私はパニコ、30歳です。3ヶ月前に同じ年のマサルと結婚したんだけど、マンション購入の頭金を貯めるため、今は義両親と同居しているの。え？義両親との同居って大変じゃないかって？心配ご無用。マサルの両親は本当に素敵なの。優しいし、私を本当の娘だと思って接してくれててね。義両親とはいい関係を築けているんですよ。パニコちゃん、今日の夕飯は何にする？あ、冷凍庫のカニを何とかしませんか？ああ、パニコちゃんのご実家からいただいたカニね。はい、冷凍庫をカニが占領してるんですよね。私の実家は海沿いの町で、時々私の大好物のカニを送ってくれるんです。じゃあ、今日はカニのスープとカニピラフってどう？私が作るから。わあ、お母さんのカニピラフ大好きです。食事は私に任せて、パニコちゃんはお仕事頑張るのよ。はい。私主婦ではありますが、今は在宅ワーカーとしてちょっとだけ働いています。お母さんは私の仕事を応援してくれていて、率先して家事をやってくれるんです。今日マサルは夕飯までに帰ってくるのかしら？どうでしょうね。新婚3ヶ月。普通ならラブラブモードで毎日ハッピーのはずなんだけど、うちには一つだけ問題が。それは自由奔放すぎるマサルのこと。マサルは結婚前から男女問わず大勢の友達がいる人でした。友達がいるのはいいことですよ。ただね、マサルの場合、結婚しても全く遊びをやめないの。だから結婚後の人付き合いも全くセーブなし。マサルはね、1週間に3回は飲みに行ってるんです。それも仕事じゃなくてプライベートの飲み会。さらにマサルがお休みの日は絶対に夫婦の時間を優先決めたはずなのに、友達から連絡が来ると私を差し置いて友達のところへ行ってしまうの。さらになんとなくだけど、女の影を感じる。これは私の勘だけどね、今んとこ。さあ、今宵カニピラフに間に合うようにマサルは帰ってくるのかね。それから数時間が経ち、夕飯で私と義両親はカニをバッチリ堪能。食事とおしゃべりが一段落すると、義父が時計を見上げました。おいおい、もうこんな時間。マサルはまた時間を忘れて飲んでいるのか。そう、そろそろ日付が変わりそうな時間になってたの。さっき電話したけど全然出ないんです。楽しくて時間を忘れてるんだろうけど。マサルは結婚前から飲みに行くと時間を忘れてしまうことが多かったと義両親は言っていましたが、結婚してからもそれは変わらず、義両親が何度きつく注意してくれても聞く耳持たないんですよね。あの子もそろそろいい加減に考えを改めてくれないとね。なんかごめんなさいね、パニコちゃん。あんなだらしない息子で。義両親は怒りを通り越してすでに呆れてる。私は心の奥底で怒りの炎がふつふつと燃えてます。その時、私のスマホが鳴ったんです。ディスプレイにはマサルの名前が。もしもし、マサル？ああ、パニコ。完全に酔っ払ってる声。終電逃した。後輩の女の家に泊まるわ。出たー、マサルの終電逃した発言。また？あなた既婚者なのよ。いい加減にしなさいよ。またこういうことかよ。こっちは気分がいいんだから、そういうのやめてくれる？いや、やめてくれるっておかしいでしょう。じゃ、明日帰るから。ちょっと待て。こちらの話も聞かず、要件だけ言ってマサルは電話を切ってしまいました。そして私の様子を見ていた義両親が声をかけてきたんです。マサル、また女のところに泊まるのか。あいつは何を考えてるんだ。本当に自分が既婚者だってこと分かってるのかしら。両親もかなりご立腹の様子。そりゃそうよね。結婚して3ヶ月の間に
何回も同じことがあって、その度に私はマサルに文句を言うし、義両親は怒ってくれてる。しかしマサルは馬の耳に念仏、右から左へ言われたことも怒られたことも流してしまうのよ。そしてその日、私は怒りの炎を抱いたまま眠りについたの。もうダメかも、そろそろ潮時かなって思いながら。翌朝、義母と食事の準備をしている時のこと、義父はリビングで新聞を読んでいたんですが、そこにしれーっとマサルが帰ってきました。ただいま。今頃帰ってきて、何がただいまだ。義父の怒声を聞いて私も思ったの。よし、今日という今日はとっちめてやるってね。マサル、ちょっといい？なんだよ、俺着替えたいんだけど。もういい加減、朝帰りはやめてよ。妻としてすっごい気分が悪いんだけど。するとマサルはニヤッと笑ってこう言ったんです。だよ、女の家泊まったぐらいで大げさすぎんだよ。はぁ、大げさだって？どこがだよ、誰でも大騒ぎ案件だろうが。俺と後輩の女は性別の垣根を越えた付き合いなんだよ。なのにすぐそうやって怒って、なに、欲求不満なの？はぁ、なに、あんたって子は。私たち三人は怒り爆発。しかしヘラヘラしながらそのまま平気な顔で着替えて出社したマサル。反省の色はこれっぽっちもないようでした。するとマサルが出て行った後で義両親がこう言ったんです。パニコちゃん、もう私我慢できないわ。俺もあいつが息子だとは思いたくもない。私もいい加減、堪忍袋の尾がぶっちぎりました。お父さん、お母さん、私マサルに仕返します。いいですか？もちろんやってくれ、徹底的にな。そうよ、私たちに遠慮はいらないからね。どうやらマサルは痛い目見ないと心から反省できないようですからね。では私の作戦を聞いてもらえますか？早速義両親と作戦会議。二人は二つ返事で即 OK。 さあマサル、私を甘く見たことを後悔させてあげるからね。思い知るがいい、いすし。その日から私はマサルが帰る時間になると出かけるようにしたの。最初は気にしなかったマサルだったけど、私がほぼ毎日夕方になると出かけるから焦ったらしくてね。飲み会にも行かず早い時間に帰宅するようになったんだって。私が帰るまでマサルは起きてて、どこに行ってきた、誰と会ってたって聞いてきたけど、私は友達としか答えなかったわ。徐々にマサルの目の下にクマが出るようになったけど、それでも私は外出を続けたの。マサルが休みの日ももちろん私は外出。そして1ヶ月が過ぎた頃、ついに私の制裁はクライマックスへと向かったんです。あー、もうこんな時間、早く準備しなくっちゃ。パニコ、今日もどこかに行くの？クマを作ったマサルが私の後をくっついてきます。うん、友達に会うのすんごい楽しみ。するとマサルが我慢できないように怒鳴ったんです。いい加減にしろよ、今日は夫婦で出かける日だろ。は？私は冷たい目でマサルを見たわ。なんだよ。自分は私を差し置いてでも友達と会うくせに私はダメなの？だって俺が休みの時には一緒に。マサルも友達と会ってくれば、友達と会うのって楽しいもんね。夫婦で出かけるより楽しいもんね。私もやっとわかったわ。性別の垣根を越えた友達付き合いって魅力的よね。お前、男と会うのか？あら、何怒ってるの？男と遊んだくらいで大げさね。うわ。それとも何？欲求不満なの？なんだよそれ。お前嫁だろ。夫との約束を一番に考えろよ。はいはい。自分がやられたら嫌なことはやっちゃダメだって、まだ分かってないのかしら？だって、マサルもしてることだもの。そう言うとマサルは苦虫を噛みつぶしたような顔をしました。そりゃそうよね、自分が何度もやってきたことなんだから。
するとそこに義両親が助立ちにやってきましたよ。え、誰の助立ちかってもちろん私の。あら、パニコちゃん、今日もお出かけなの？はい。若いっていいな、パニコちゃん。思う存分楽しんでおいで。な、ちょ、あ、何言って？ありがとうございます。ちょっと待て、親父もおふくろも一体なんでパニコが出かけるのを許すんだよ。え、ダメ？いいだろう別に、息子は良くて嫁がダメな理由が分かんないな。はあ、ダメだろそれ。なんで、あんただって何度もやってきたことじゃない。そうそう、義母の言葉にマサルは慌てて返しました。パニコは俺と結婚してる俺の妻なんだよ。だから夫婦の時間は大切にしないとダメだろう。その夫婦の時間よりも友達優先にし始めたのはあなたよ。それに私、男友達の家に泊まったりはしないわよ、誰かさんと違って。その辺のモラルはきちんとあるので、誰かさんと違って。マサル、もはや返す言葉もないようね。信号機みたいに顔色が変わっちゃって、見ていて面白。でもね、私の報復はまだまだ序の口よ。それに私、あなたと違って浮気なんてしないもの。え？私はそう言ってバッグからあるものを取り出したんです。マサルはそれを見てさらに冷や汗を流しまくり。私は今大好きな陶芸教室に通ってるの。お母さんから勧められて始めたら面白いのなんのって。だからね、パニコちゃんは浮気なんかしてないわよ。私もたまに一緒に行くし。先生は男だし、生徒にも男はいる。でも私はあんたみたいに浮気なんてしてないわ。性別の垣根を越えた付き合いですって？笑わせないでよね。それと何これ。そして私はレシートを並べてあげたの。隠したつもりだったんでしょうね。車のダッシュボードにごっそり入っていたレシートたち。高級バッグや靴、スーツを買ったレシートよ。もちろん全部女物。私、探し物は得意なの。マサル名義のカードではあるけれど、支払いは生活費の通帳から。私に気づかれないように支払い額をリボ払いにして、毎月多くならないようにご丁寧に調整までしていたみたい。どういうことか説明してくれる？レシート合算すると総額で軽く200万になるけど。私へのプレゼントのつもりだったの？でもおかしいわね。私もらってないけど。すると話を聞いていた義母が呆れた顔をしてこう言ったんです。パニコちゃん、もうこんな男とは離婚しなさい。私も縁を切るから。え、そうだな、それがいい。俺ももうこんなやつ知らん。はい、そのつもりです。その言葉にマサルが慌て出しましたよ。親父も おふくろも俺の味方じゃな。誰がお前の味方なんぞするか。そうよそうよ、そんなのまっぴらごめんよ。俺も母さんもパニコちゃんの味方に決まってるだろ。嘘だろ。するとマサルは観念したかのように土下座したんです。俺にはパニコだけだよ。ちょっと魔が差しただけなんだ。ごめん、本当にごめん。深々と頭を下げたマサル。いやいや、頭下げたって許せんもんは許せん。あんたのチンケな土下座程度で許すわけないでしょ。一度浮気した人間は将来的に絶対また浮気するもんなの。そして謝れば許してもらえるって思うのよね。甘いわこのポンコツめ。マサルの謝罪をバシッと払いのけました。そうそう、後輩の女ってやつも許さないわよ。素性はもうしっかり把握してるから、がっつり制裁させてもらう。私が離婚の意思を伝えると、義父がさらに付け加えたんです。ああ、それからな、マサル、お前はこの家から出ていけ。な、そうね、もう顔も見たくないし声も聞きたくない。何より私たちの大切なパニコちゃんを傷つけた人間はたとえ息子でも許さないから。それからすぐ有言実行で義両親はマサルを
バッグ一つで家から追い出しました。離婚にはかなりごねたマサルだったけど、義父が一括して泣く泣く承諾させてくれたの。離母地獄に私への慰謝料がプラスされて、エンドレスな借金生活。会社の他に朝と晩と休日は他のバイトに明け暮れているらしいわ。ボロボロアパートに住みながらね。離婚&浮気でマサルの周りの友達はどんどん疎遠になっていったらしく、今や孤独な身。そうそう、浮気相手にも慰謝料を請求して、それも一括で払ってもらいました。それによってマサルと浮気相手は言い争いになって結局破局。マサルに残ったのは私への慰謝料と浮気相手に貢いだカード払いのみ。まあ自業自得よね。そして今私は義両親が私に申し訳ないって言って買ってくれたマンションで一人暮らしを満喫中なんです。バニコちゃん、迎えに来たわよ。はーい。あれ、お父さんも一緒ですか？ああ、俺も陶芸を始めてみようかと思って。不器用だからうまくできるかわからないけど。いいじゃないですか。夫婦で同じ趣味を持てるなんて素敵ですよ。この通り、義両親とのいい関係は続いているんです。マサルには怒りしかないけど、義両親とは人生の先輩として、友人として、これからも仲良くしていこうと思っているの。では、陶芸教室に行ってきます。今日は湯飲み茶碗を作るんだ。楽しみ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。